ありがとう。私も虹学のライブ見たよ。みんな素敵だったね。そっちはまたすぐライブとかやる予定あるの？こっちも同じ。終わったばかりだからね。次を探しつつお休みって感じかな。ねえ、お互い予定がないならさ、どこかお出かけしない？そうだな。特にどこにも行かないっていうのは？ごめん、変な言い方したね。目的地を決めないお出かけって感じかな。道を歩きながらいろんなものを見て、気になった場所があれば入ってみたり、散歩に近いかも。見て見て、あそこのお店オープンしたばっかりみたいだよ。バスソルトだってさ。ソルトってことは塩？ハーブ入りだって。美味しそうだね。ちょっと、ここは食べ物じゃないよって突っ込むところだってば。純喫茶って感じだね。このレトロな感じ好きだな。ちょっと入ってみない？本当だ。何の工事だろう。お店ができるのかな。それともアパートとか。気になるね。どうしたの？何か面白そうなもの見つけた？どういたしまして。私も君が楽しんでくれて嬉しいよ。もっといろんなところに行こうね。まだまだ今日は始まったばかりなんだから。思い切り振って当てて飛ばす。気分がスカッとするよ。はい、次は君の番。大丈夫大丈夫、教えてあげるから。せっかくバッティングやりに来たんだから打たなきゃもったいないよ。はあ、ピン残った。でもストライク狙ってたのに悔しい。もう一回やる。バスケットコートがある。やろう、バスケ。わかんないよ。勝負は何が起こるかわからないんだから。負けた人は勝った人の言うことを何でも一つ聞くってことで。いい食べっぷりだね。
いっぱい運動したからね。しっかりご飯食べてエネルギー補給しよう。ごめんね。最初は街をのんびり歩いてたのに、途中からスポーツ三昧になっちゃって。ショッピングモールか。そうだね、ちょっと覗いてみよっか。フロアガイドがあるよ。ファッション、雑貨、電化製品、あとフードコートはお昼食べたばっかりだしいいか。このショッピングモール、プラネタリウムがあるんだ。うん、ここに行こう。早く上映始まらないかな。昼間でも星空を楽しめるプラネタリウムはまさに楽園だよ。あ、始まる。街をのんびりブラブラして、スポーツで体を動かして、ご飯食べて星まで見て、最高の休日だった。そういえばプラネタリウムでなんか驚いてたでしょ。一体どうしたの？泣いてないよ。もうせっかくプラネタリウムに行ったのに、なんで星じゃなくて私を見てるの？その理屈。その様子じゃ星の解説もろくに聞いてなかったんでしょう。仕方ないな。私が天然の星空を使って君に星の魅力を教え直してあげよう。次のライブが決まるまでに今度は天体観測しよっか。それは期待しなくていいから。照れてません、呆れてるんです。当日よそ見したら怒るからね。よし、早速日取りを決めるよ。都合の良さそうな日教えて。お、天気も確認しないとね。晴れの日を選ばないと。これでもかってくらい星の魅力を伝えて、君の目もキラキラさせてあげるよ。星空と君、どっちも楽しませてもらうからね。
終わった。うん、ダイビング機材の整備おしまい。お互い一段落したかな。休憩しよう。おいで、お菓子あるから。悪いね、アクアのサポートだけじゃなくてダイビングショップの手伝いまでしてもらっちゃって。食べ物目当てかこいつ。君がそんな風だからつい甘えちゃうんだよな。アクアもお店も私にとっては頑張って当たり前のことだからね。むしろもっと頑張りたいくらいだよ。前に君やマリとお店の PR 動画撮ったでしょ。あれが話題になってお客さんも増えて忙しくなってさ。私も家族もびっくりしたよ。さすがにあそこまで効果が出るとは思ってなかったから。たくさんの人がうちのお店のことや沼津の海のことを知ってくれて、大好き楽しいって言ってくれてさ、すごく嬉しかったんだ。なんか自分が褒められてるような気分になってきちゃったんだよね。変でしょ、お店も海も私一人のものじゃないのに。そっか。ありがとう。もっともっと前以上にたくさんの人に知ってもらいたいな。沼津の海のこと、たくさんの人を案内したい。うん、それこそ世界中の人にダイビング体験しに来てもらいたい。で、世界中の人に私の大好きな海を大好きになってもらうんだ。平気だよ、きっとその時も君が手伝いに来てくれるだろうからね。まあいつになるかはわからないけど、覚悟はしといてね。